皆さんこんにちは、なごみです。いかがお過ごしでしょうか。午前中はあいにくの天気となっておりますが、本日も佐野市に向かっております。行きたいお店が数ある中で、意外と木曜休みってお店も多いんですね。佐野市には意外と行っておりますが、まだまだ行っていないお店がめっちゃあります。栃木県民はもとより他県からの観光客の皆さんにも何かの参考になればこれ幸い。本日訪問するお店は佐野市大和町となります。到着。いつものようにオープン前ですが、本日訪問させていただいたお店はこちら。佐野ラーメンのお店、ハレルヤさんです。ちなみに駐車場は店舗の横に6台分あります。お店の中はこんな感じ。ちょっと狭さは感じますが、綺麗な感じのお店です。こちらのお店は券売機制ですね。初訪問のお店ですから定番をいただきましょう。券売機の上にラーメンの写真があります。これは初訪問の方にも非常に親切。こちらは佐野丸くん。机の上にはちょっとした説明書きがあります。気になる方はお試しあれ。机の上にもちょっとしたメニューはありましたね。卓上はこんな感じ。ちょっと見かけない感じの巣があります。こちらのラー油は気になりますね。さて、ラーメンの到着です。見た目からすでに間違いないやつです。ちなみに注文はチャーシュー麺です。そしてもちろん餃子も注文してます。めちゃくちゃ良い色合いです。ではいただいてまいりましょう。ラー油を使ってみたいので、今日の餃子は醤油とお酢でいただいていきます。いつものようにスープからすごく良い色合いですね。そしてチャーシュー、めっちゃトロトロ系です。おじさんにとても優しいやつ。そして麺となります。通常の佐野ラーメンの麺より太いような
最後に餃子です。野菜たっぷり餃子ですね。説明書きにラー油は辛めと記載ありましたが、問題ないですね。これはうまい。スープもうまいですよ。薄すぎず、しっかりした味わい。麺はやっぱり太いですね。この太さは初めて。この太さから来るもちもち感、最高にうまいじゃないですか。チャーシューもうまい。めっちゃトロトロ。もはや肉なのに飲める。麺が太いせいか、ずいぶん食べ応えがありますよ。今日はあえての普通盛りですが、十分かもしれません。ラーメンと餃子、これは最高の食べ物ですね。こちらのお店、あっという間に満席になりました。そして帰る頃には外に数名の列が。私が知らなかっただけで、かなりの人気店なのですね。もし行かれる際はオープンのちょっと前には到着しているのがおすすめですね。完食です。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。ちょっと桜吹雪が切なさを感じます。チャンネル登録お願いします。